皆さんこんにちは。今回はラムの用意と最後の配線です。あと、完成したらプログラムの実行もさせてみます。まず、使用するラムを紹介します。EPSON 製の S ラムで、32KB です。型番は SRM2B256SLMX55。それを変換基板にハンダ付けし、フラックスを落として、ピンヘッダーを取り付け、あとは D 基板を使って、アドレス線、データ線、書き込みの実行線、電源、といったようにそれぞれ引き出します。裏面はこのようになっています。これでコンピュータを構成するものがすべて揃いました。なのであとは残りの配線を終わらせれば、これで完成となります。最後の配線、ハンダ付け作業をどうぞ。飛ばしたい方は4分56秒へどうぞ。完成したものがこちらとなります。
これで完成したので、プログラムをいろいろ試そう、と思っていたのですが、実はまだ不具合が残っており、ある程度の動作しかできない状況です。とはいえ、軽い計算のようなプログラムであれば、問題なく実行できるため、今回は、前と同じように WD レジスタを出力とし、一桁の足し算をさせてみましょう。使うプログラムはこちら。内容としては見ての通りです。3たす5を行うプログラムですね。まず、ALUA に5を入れ、ALUB には3を入れる。そしたら ALUS に加算をセットし、これで ALUY には、3と5を足した値が出力されているはずです。あとは ALUY の値を WD に出力させて、冒頭に戻ってこないよう JUMP 命令を繰り返させてます。それでは実行させてみましょう。8が出力されましたね。下の LED は命令を表していて、ループしていることがわかります。今回、不具合が治りきらなかった関係で、かなり短くなってしまいましたが、次回は不具合を取り除き、今度こそプログラムをいろいろ試してみたいと思います。なので、今回はこのあたりで、次回で CPU の作成は最終回になると思います。次回もまた、よろしくお願いします。ではまた。